はい、どうもでんです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日こちらですね、猫太郎のお店さんから3300円のオリジナルパックを、4口購入をさせていただきました。当たり枠だ。あ、まずですね、2つになっているのは僕のあるあるベースでの注文、カートに入れたのにそのまま1個頼んじゃうっていうハプニングで、2つに分かれておりますが、全部で4口ですね。3口と1口に分けて買ってしまいました。ということでね、今回当たり枠トップに、アローラの仲間たちがいるということで、あとプレイヤーセレモニーだったりとかね、ピカチュウだったりとか、いろいろ当たり枠結構強めにありますんで、上げていきたいというふうに思います。なんとかね、久しぶりに、高額のリパー開けさせていただくので、当たりを引きたいなというところでございます。口数ね、全部で500口ってことで結構多いので、どうなるかわかりませんが、やっていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。はい、ということでね、まず開けていきたいと思うんですけれども、開けてる最中にですね、猫太郎のお店さんは、今、演出がありましてですね、なんですかね、ポーカーっていうか、トランプの演出になっていて、右とね、左とこうあるんですよ、トランプが。で、左の方の数字の方が大きければチャンスっていうね。で、引き分け、あとは負けパターンっていうことね、3種類がありまして、今までボールの演出だったんですけれども、演出変わって、今回からじゃないですね、最近はそんな感じになってますので、トークが今日はグダグダだな。はい、で、演出ね、見ていきたいと思います。どんな感じになっているかというと、そう、こんな感じね。あ、そうそうそう、こういうこと、こういうこと。こっちが強い牌の方がいいというやつですね。これは割とね、いいパターンのやつですね。右の数字より大きいのでね、だからこの大きい数字の分をどれだけ引けるかというところになってるんですけど、これがドローですね。なのでこれが真ん中ぐらいになるのかな。3300円っていう形なので、これ負けてますね。これ数字が少ないですね。そして最後、これも数字少ないということで、勝ってるのが1つ、そして、ドローが1つと、負けてるのが、2つということで、まずこれから開けていきたいと思います。これはどっちだ。あ、やっぱこっち向けたらもう即当たりカードですね。じゃあいきましょう。まず一口目3300円だもんな。頑張ろう。はい、いきましょう。ということで一口目がこちらっぽい。はい、ジガルデ GX の HR ですね。なるほど。うん、これは3300円だとちょっと渋いよ。はい。やっぱね、こうオリパに真剣になっちゃうとトークが全然進まなくなるっていうね、僕の悪い癖でございます。ということで続いていきましょう。二口目こちら。ほい。はい、ターボパッチの UR ですね。厳しい。どれぐらいのその封入率の確率で入っているかわかんないですけど、500口あるんで、なかなか上も引けづらそうだしなっていうところではあるんで、いや、なんとかドローと、あとこのハイ、このあたりで頑張っていきたいところですね。行きましょう。じゃあまず引き分けのバージョンからですね。行きましょう。せーの、ほい。ごめんなさい、とか言っちゃった。ダンデの HR ですね。うん。そっか。いや、ちょっとこれきついな、結構。これがそこそこじゃないと、きついっすね。上が強いからしょうがないのかな。全500口あってもっていう感じではありますが。いきましょうか。さあ、これだけ唯一勝ってますんで、いきましょう。せーの、ほい。おー、魔王&睡蓮ですね。あー、なるほど。今いくらぐらいするんだろう。全然相場追ってないけど、昔1枚持ってたんですけどね。あー、魔王水ですね。トータルでプラスになるほどの、なんか、カードじゃない気がすんな、魔王水は。どうなんだろう。ちょっとごめんなさい。反応が鈍くて大変申し訳ないです。編集したらもしかしたら、これ全然いいじゃんっていう話になるかもしれないんで、ちょっとそこは、反応見つけてもご愛嬌という感じでお願いいたします。ということで、本日はですね、猫太郎のお店さんで、3300円のオリジナルパックを4口購入をさせていただきました。結果はこんな感じ。はい。ということでね、これからもね、いろいろ開けていきたいというふうに思いますので、ぜひともね、チャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。おでんどんまいっていう人はね、ぜひコメント欄にも書いてください。あ、もちろんどんまいじゃなくても書いてもらっていいんですよ。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。